王義氏王義氏は中国東進の政治家、諸家。字は一将。遊軍将軍となったことから世に、王遊軍とも呼ばれている。本願は、牢屋軍林義県。義信南北朝時代を代表する、門閥貴族、牢屋王氏の出身である。曹祖,祖父は王蘭、祖父は王忠氏、父は王広。子に、王元の王行氏、王冠の王祝の王岐の、 王三竿の王剣士がいる。子孫に王三木の友らがいる。蘭帝女王義士は書の芸術性を確固たらしめた普遍的存在として書生と称される。抜歯の王剣士も書、抑士、合わせて二王の書をもって伝統派の基礎を形成し、後世の書人に及ぼした影響は絶大なものがある。その書は日本においても奈良時代から手本とされている。 王義氏の書の名声を高めたのは、唐の体操の強い支持と宋の体操により、編纂された純化拡張の影響が大きい。王義氏の作品としては、行書の蘭定序が最も巧妙であるが、王義氏は各体を、よくし、の調布ところの線。初段では、解書、行書、草書、焦燥、気迫の五体を新品としている。中国では、多芸をもんじる傾向があり、 大義氏の書が尊ばれる要因はここにある。古今書人優劣表に、大義氏の書の筆勢は、一際、きわ、異性が良く、竜が天文を跳ねるがごとく、虎が、奉血に不須がごとしと形容されている。他の作品には、学期論、十七条、周王聖教授、皇帝行、双乱調、皇治中将、皇福寺断碑などがある。前出の、書段には、大義氏、進む定時、 祭り北高し宿番、工人作の筆樹木3分を書いた。職人が木管を削ってみたところ、あまりの筆圧で木管には3分ほども筆の木樹が染み込んでいたともあり、この古事が日本に伝わり、日本の書道は樹木道とも呼ばれていた。王義氏は義神南北朝時代を代表する、門松貴族、老や王子の家に生まれる。成長する過程において、 転換の発作に見舞われたり、喫音のために人前に出るのが嫌になり、人柄がすっかり変わって引っ込み事案になってしまった時期もあった。東神建国の元君であった同族の王道や王頓らからは一族期待の若者として将来を嘱望されていた。東神の有力者である機関の目に留まりその女性となり、またもう一人の有力者であった清々将軍、助からは、 彼の幕僚に壊れて就任し、その人格と指揮権を称えられた。その後も義氏は、朝廷の高官から高く評価され、たびたび中央の要職に任命されたが、義氏はそのたびに就任を誇辞した。友人の要州し、市、陰鋼による混乱を受け、ようやく森軍将軍に就任するも、しばらくして地方転出をこい、友軍将軍、会計内使となった。義氏は、 会計に赴任すると、山水に恵まれた土地柄沖に、入り、次第にし、酒、音楽に吹ける聖壇の風に染まっていき、ここを終焉の地と定め、当地に陰性中のシャーニア孫ロシ、巨潤、シトンラ名士たちとの交友を楽しんだ。一方で、会計一体が、基金に見舞われた時は、中央への租税の減免を要請するなど、地方行政にも力を注いでいる。和年。 かねてより、義士と不仲であった王術が、会計内使を管轄する要州志士となる。王義士は、王術の下になることを恥じ、会計軍を要州の行政機構から外すよう要請したが、却下された。王術が、会計軍に様々な圧力をかけてくると、これに嫌気がさした王義士は、翌英は十一年、病気を理由に勘を辞して遵遁する。勘を辞した。 王義氏はその後も、会計の地にとどまり続け、当地の人種と山水をめぐり、仙道の修行に励むなど悠々自適の生活を過ごしたという。英久氏の続帝である、英天の娘で、汝、影軍の大首里乗りの妻となった守る夫人から、五冠の採用、義の商用の処方を伝授され、その方を、秘中の日とした。七歳の時から、英夫人の元で書を学び、 十二歳の時に、父の陳中の秘書を盗み見、その技量が進んだ。さらに各地をめぐって、古書を見、新職を忘れて精進し、会書、行書、草書の各書体について、一家を成した。当の大僧は、王義師の書を愛し、正二百九十史、創書2 0 0を収集した。死去にあたって、乱定上、を自らの領母である、明良寮に服装させたと言われている。 その後の戦乱を経て、王義氏の神筆はすべて失われたと考えられている。現在、王義氏の書とされているものも、当代以降に模写したものと、石板や木板に模刻して制作した拓本のみであると、されている。海行時春町は、古くは唯一の神筆と考えられており、真の建立帝はこの書を愛し、自ら筆を持ち、神と記した。しかし現在では、 総乱帳などと同様に、精密な総光天木等の手法による模写本であると、されている。海行き、時春帳図の中央より少し右側の上部に、神という字が草書体で書かれているが、本帳は、その神のすぐ右側の色の濃くなった紙面状の四行。このように古びて、当芋の痕跡が見分けにくくなっている。尺文、義士頓手。解説時、晴れ そう、安吉、味方目欠。力不継に、王、義士遁手。三院馬利公。書生と称されただけあり、後世の書道界への影響は絶大であった。後の時代の書家はほぼ全員が、王義士を手本として、何らかの影響を受けたと言われている。そのため、書道を習う者はまず、王義士を学んでから他を学べとさえ言われた。過去においても、 王儀の技法で書かなければ、答えがあっていても合格にならなかったと言われている。文字通り、王儀の文字にあらずんば、文字にあらずとさえ言われたのである。王儀には次のような逸話がある。電気資料。ありがとうございます。